皆様、新年明けましておめでとうございます。昨年は64回の動画を出しましたが、なんと延べ2万3000人の方にご視聴いただきました。ありがとうございます。去年3月に東京芸術大学の二次試験の結果を受けて浪人生活が始まりましたが、それとともに新型コロナウイルスの影響が広まり、大変な9ヶ月間でした。しかし YouTube の配信を始めて、本当にたくさんの方々から応援をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。今年こそ東京芸術大学絶対に合格を勝ち取れるように頑張ります。そして今年最初の配信は、合唱のための民謡ハリハラの国の物語より歌書きをお送りします。この曲は去年5月に予定されていた私と母親が所属している吉田混声合唱団の15周年記念コンサートのために作られました。しかし残念ながら新型コロナウイルスの影響でコンサートは中止となってしまいました。今回は吉田混声合唱団団員の大石陽子さん、母親、そして杉浦先生に協力していただき合唱することができましたが、早く平穏な暮らしが戻り、団員の皆さん全員で歌える日が来ることを願っています。今年1年皆様の幸福を祈って歌います。合唱のための民話ハリハラの国の物語より歌書きです。お聴きください。駆け合い
Yeah.